こんにちは。こんにちは。着物小杉店主の小杉です。スタッフ鍋です。本日は、まあ、浴衣のシーンでは欠かせない。欠かせないかもしれない。あのたすき掛けをね、はい、ぜひ皆さんにちょっとご披露したいなというふうに思います。はい、まあ、言葉はね皆さんご存知かと思いますけども、なかなかね、まあ目の前で見る機会が少ないかなと思いますので、はい、ちょっとこの動画を通してご覧いただけたらなと思ってます。一応ね道具の方、まあ、こういうものを用意してます。まあ、腰紐でもいいんですけどね。まあ、うちではねちょっとこう柄入りのたすき掛け用みたいなものもシャレで、まあ、そう個人的には作ってます。これちょっと店では販売してないんですけどね。こんなのもこれです。まあ、腰紐の長さでいいと思いますね。はい、まあ、それではスタートしていきましょう。一緒にやってみましょうね。はい、はい、行きます。はい。でまあ、これ袖を止めるということですね。はい、まあ動きがね格段に良くなるんで、はい、あの軽作業とかこういった形で、うん、はい、で後ろはねちょっと見てみるとこういう形で、まあ、クロスしてますね。こんな感じですね。こんな感じでクロスしてますね。まあなんかたすき掛けってね、まあ、もちろんそんな見る機会少ないかもまあ知りませんけども、そうですね、なぎなたでももちろんですかねこれなんかね、頑張ってる感出るよね。そうですね。前掛け、今自分前掛けもしてますので、もうすごいですね。たすき掛け前掛けだと、もうお茶屋さんですよね。ここにいるだけですげえ頑張ってる出てるっていうのがね、なんかたすき掛けの面白いところだと思いますよね。ちょっと外してみてね。まあ本当にパッとね、まあ3、4、5秒ぐらいで、ね、そうですね、開けちゃうんで、はい、まあ。ある意味こちらまとめておくと、まあ、コンパクトにまとまりますから、まあ、バッグあの巾着ですとか、はい、あともタッグとかも入れておいてもいただいても、まあ、何かの時にもですけどね役に立つかもしれないですね。はい、じゃあまたちょっとね最後にもう一度だけお見せして、はい、行きます。はい、やる気のある感じでね終わりにしたいと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。